皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。今日も中島さとしオンライン始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日はですね、前回に続き、スキーのネタでですね、技術についてお伝えしたいと思います。今日はですね、依頼は、上半身の腕ですね、こちらの構え方をですね、骨盤が前傾しているタイプと後傾しているタイプではどのようにシルエット的に違うのかというのをお話ししたいと思います。まずですね、骨盤が前傾している方からお伝えします。こちらはですね、骨盤がこう前傾しているので体幹そのまま伸びた状態で胸が張った形、そして、腕はですね、少し広がった状態で脇が締まっていない、この形になります。で、あと背筋の張りと少し伸ばした形で、力がかかっているというシルエットになります。一方、骨盤が後傾しているパターンに関しては少し猫背に近い形であって、腹筋、体幹ですね、こちらの方も少し縮んだような形で、腕そのものは少し脇が締まったような、このような形のシルエットになります。ですので、骨盤が前傾しているタイプと骨盤が後傾しているタイプでは、まずですね、腕の構え方の場所ももちろん違いますし、力の方向とかも、全く異なった形になります。どちらかというと骨盤が前傾したタイプに関しては少し力を、伸ばしてかけるという、そういう形がですね、力が発揮しやすいような構え方になりますし、一方、骨盤が後傾しては少し、曲げを使ったような形がしやすいような上半身の腕の構え方になります。このように、ウェアの中でですので、あまりですね、大きくシルエットがはっきり分かるかというのは、ウェアの中で分からないところもあると思うんですけれども、一応ですね、このような骨盤の後傾前傾で、腕の構え方もおのずと変わってくるということをまた、知っていただければなと思いますので、皆さん参考にしていただいたら嬉しいです。はい、今日はですね、腕の構え方についてお話しさせていただきました。それでは今日もですね、皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。